預かりしておりますのでご紹介いたします。今年1月にスバルを出産、体調も万全ではなく練習もあまりできない状況だったのですが、父の時代時なので演奏させていただきます。主婦業をしながらステージも大変な消化されています。特に過去に父と一緒の親子コンサートで皆さんに好評をいただきました。ジャズにも興味があり、アメリカでジャズ伝統にした秋吉俊樹さんときにアメリカの時の映像では、あの厳しい秋吉さんの感染を表現させたようだと友人から聞きましたと山中先生がおっしゃったそうなんです。それでは皆様どうぞご注目くださいませ。理想の望み様の天然演奏でございます。ドビッシー作曲曲アラベスク、どうぞ。Thank you.
ございました、サイキックカズ江波様です。海外でもヒーリングアーティストとしてご活躍をされていらっしゃいます。それではサイキックカズ江波様、どうぞご挨拶をお願いいたします。さあ、山本先生とは20年来のご友人になるそうなんです。出版記念と時を楽しむ会、大変におめでとうございます。私山本先生からですね、20年代の2弾とんをさせていただいておりまして、家族ぐるみでお付き合いさせていただいておりでございます。私もですね、ギターをちょっと立ち並べておりまして、ハウザー1世とハウザー4世カトリンハウザーが今の世界第一作目を所有しています。あとは今日になりますけど、新井克己先生という日本の制作家の、ね、第一人者という方のギターも所有しています。で、私どもは歓喜こそ命を輝かせるという意味で、ね、作品のモットーにして、パリ、ミラノ、ロサンゼルス、モナコなどで芸術活動をしてまいります。今日はですね、あちらに並んでるんですけど、あの作品がモナコ公国の、よりグレスキリ有名なね、グレスキリ公国の最高賞をいただいた作品です。今日は市民の皆さんにね、ご報告をさせていただきます。この受賞したミヤミヤが私のおすすめでございます。それではパトンタッチさせていただきます。
全国でギターを学んでいる講師たちがたくさんいるんですけども、小学生から大学生まで各部門ごとにギターのコンクールを募集しております。そういう団体です。そこの、理事を長くされて大変おっしゃった大先輩なんですね、山中先生は。吉田先生のエピソードを、そうです、私、印象に残っているのは、先生は人は会ってね、顔色を見て話をすれば分かるんだ。深く連絡事項を云々で、最近はメールとかでなんかこう議案、こういうことについて話し合いたいってことも大体こうメールで済ましちゃうと思うんですね。だけども先生から言われたこと、今でもずっと私は思ってるんですけども、先生はメールで簡単に言葉するってことじゃないといけないんだよ。やっぱり大事なことは会ってその人の顔を見ながら話し合うんだよ。それなりに本来も大変じゃないかなっていうふうに言われて、そのことは今でも私は心に込めております。何でも簡単に安直にメールで済ませるとかそういうことできない。やっぱり大事な話はちゃんと人と会って自分が出向いてね、会って話をしよう。会うことが叶わなければ電話でその人の声を聞きながら話し合おう。そういうことを先生から学びました。またある先輩ギタリストが聞いたんですけども、ある先輩ギタリストが指の調子が悪くてギターが思うように弾けない、山中さんどうしたらいいかなっていうことを相談したときに、山中先生はだって指動くんだろ、動く指があるんだろ、たとえ1本だってギター弾けるじゃないか、そんなことでもしてもらえよっていうふうに励まされたそうです。そうで、ハッと気が付いたっていうねお話を聞きましたけども、まさに山中さん先生ならではのお言葉だなと思って私も拝聴いたしました。本当にこれからもですね、まあまあこれから機種デイジューと、そしてたくさんと、まだまだ一度ではこれからになると思いますけども、本当にこれからますますお元気でこの先生の素晴らしい音楽を多くの人に届けていただきたい。私は先生の背中を見ながらこれからも本当に先生のお手本に歩みを進んでいきたいというふうに思います。本当にありがとうございます。おめでとうございます。どうも声が入る。続きまして、もう一方ご挨拶をいただきます。青山ライフ出版社長、高橋のりお様、お願いいたします。どうも、山中先生、本日はおめでとうございます。青山ライフ出版の高橋と申します。この度、あの頃の名曲30選というものを出させていただきました。縁ありまして、一応まだ作って、まあ、10年ぐらいの会社なんですけども、で、まあ、小説とかエッセイとかですね、そういうものが多くて、そういう、楽譜というものは本当初めてだったんですけども、まあ縁がありまして、本当、山中先生がいらした時にね、まあ初めてですけど、まあぜひ出しますということで出させていただきました。まあこの本音の一番の特徴はですね、非常に選曲が素晴らしいというふうに私は思いました。まあ子守唄からですね、そういうクラシックの名盤から、まあ映画、ポップス、音楽と、まあ、同様と、まあ、まあどれもこう優しい曲であったり、楽しい曲、優しく楽しくという明るいっていう、そういうような曲が30曲収めまして、まあ、山田先生の非常に、お人柄が非常に出てるのが素晴らしい本になったと思います。まあ
当にあの人前で話すのは苦手なんで、この辺で終わらせていただきます。どうもおめでとうございます。Thank you.
Thank you.